はい、どうも、カードショップ山本亭の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。クロタンハンデスということで、はい、リリアナと墓地の侵入者、あと人体改造機、まあここら辺が軸でね、プラスアルファ過去と未来の剣でハンデスと除去を使い回していこうかなというね、まあそういうデッキです。はい、まあ結構ね、黒のまあ強いカードがいっぱいモリモリで入ったデッキで、結構ね序盤にカード集めてるんで、アグロとかにもそんなに弱い感じはないし、ハンデスがモリモリなんでコントロールにもねいい感じに戦えるんでね、今の環境的には勝率残しやすいのかなというデッキですね。さあ、それでは早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、対戦相手先行。人体改造機、ただ向こうもグロタンだったらちょっとこいつ出しにくいだろうな。2マナで戻ってくることはなさそうですね。どっちの侵入者か。こちらもボスの侵入者だ。まあ切り崩しは別にいいかな。お、ありがたいですね。あ、両方殴ってくるか。そっか。まあ別に一緒か。リリアナ、ここからだな。先にシェオルを出したい気持ちはあるが、まだ除去あるか。バッチリ除去飛んできましたね。人体改造機、あとはダニ出していって削っていきましょうか。墓地の侵入者で、墓地の侵入者追放しましょう。さあ、これでターン終了。まあ、ダニ取りに来るかな。ダニ来ましたね。
厄介だね。お、意外と。どうしちゃいましょうか。さあ、さあこれで負け犬を追放していきましょう。さあ毒が乗った。切り崩しか。まあ、ここで打ってこなければリリアナで捨てられるんで無理やり使ってくるでしょうけど、ギックスの目うーん、仕方ないな。まあ、持ちの侵入者が残ってもまあ仕方ない。物理用がなかなかうまいことできないね。なんでシェオルやまた生き残った。ここはターン終了でいいか。まためんどくさいの来ました。ダニが一匹やられる。違うか、墓地の侵入者にプラニー修正か。おっと、ね、やってこなかったっすね。これも全然 OK っすよ。むしろありがたいわ。ダニはいくらでも出てくるから。さあ、1体倒しても2体出てくる。
スタートアップ。We all have things we'd rather forget. 大体戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。サタン終了。さあ切り崩し、まあ先に摂取でちょっと見せていただこうか。まあ、結構めんどくさいなそれ。I am the nexus of all that is. Allies everywhere, stand with us.さあ人体改造機、My voice beckons to all worlds. さあベールのリリアナ。And I don't appreciate it when people touch my thing. Sacrifices must be made. Sabak. The corruption spreads. これでも非常にやりにくいよね。I knew this was a waste of time. Sabak.向こう土地詰まってるからなかなかブロックしにくいんだよね。さあもう一体人体改造機。さあのど首狙い。アタック。ウェルムブレイカー is too mighty。 ターン終了。リリアナ。A fight? And you think you can win? Haven't you ever heard? ライフないのがちょっときついけど。どうだろう。もう一枚レンが来なければ。大対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。まあ相手の動き次第かな。2ターン目は土地引いてくれたらやりやすいけどね。ディニーヤか。
なかなか強烈ですね、これ。引かなかったか。どっち引いて欲しかったな。先にね、リディアナを出したかったですね。サタン知る。いや、ありがたいな。で、2マナで出せるよね。ここだよね。ここでも難しいんだ。ピンポイントでは取れんけど。お相手リリアナ捨ててきましたね。これ多分カイト来ると思うんだ。カイトでトークン出したやつは切り崩して倒していきたいなと思ってて、相手のハンドがね見えてるんで、いろいろと予測しやすいのがね非常にいいですね。さあタック、まずリディアナ倒した。で、反動攻撃していく。まあシェオル来て直霊でどかしてカイト倒してという感じでしょうか。いや、直霊でどかす必要あるかな。リディアナでどかしてもいいかな。結構微妙だな。いや、リディアナはハンド攻撃したいな。ここは土地を引いてほしい。ちょっと2点くらいますけど、先にカード引きます。そうか、そうきたか。さあ、タック。まあちょっと土地が来て欲しかったけど、しゃあないね。相手何もしてこないんであれば、エンド時に土地から出していきます。あ、これは最高ですね。さあ、タック。直霊捨てんの痛いけど、まあまあ、もう蓋していきます。リレックス引いてほしいな。ギックス、はい。まあ、これが効かないんだよね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。もう1枚土地引けるかどうか。さあ、お前でセレズニアエンチャントか。いや、これは強いぞ。無鉄砲来たら最高ですけどね。
ダメか。先にややこしいんでダニ倒しときます。ややこしいんで。さあ摂取。まあ、ちょっと後取るカードを消しておきます。次も土地引いてほしいですね。さあ冥府の掌握。リリアナはとりあえずコツカに一回やられるかな。まさか向こうも3体いるとは思わないでしょ。もう一枚土地が欲しかったけど仕方ないな。さあリリアナ反動を攻めていきます。書きましたね。さあリリアナ、まあ、3枚はなかなかえぐいよ。さあうちの侵入者とはい、改造機。You won't be outsmarting me. Drop it. サダック。さあ44になった。無常の神がまあ増えても、これでもエンチャント1枚引かれると結構きつくなってきたりするかな。まあ、それまでに相手のライフ削れだね。さあダック。2枚減らしましょうか。さあターン終了。向こうなかなか辛いところですね。
対戦ありがとうございました。さあ対戦相手が先行、7枚でキープします。相手はイゼットか。黒もあるのか、なんだろう。ちょっと相手のデッキがわかんないですけど、まあとりあえず殴りましょうか。サダック。まずは脅迫でハンド見よう。人体改造機いいですね。これにかき消しを使わせるのはかなり理想的。サダック、さあ摂取。さあもう一個ね、土地出してほしいですよね。来ましたね。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。黒ターンハンデスということで、今日はあんまりこの剣引かんかったのかな。過去と未来の剣使った記憶がほとんどないとか、引いた記憶がほとんどないんですけど、リリアナめちゃくちゃ引いたら墓地の侵入者と、もこの2枚がやっぱめちゃくちゃ強いなっていう感じがありましたね。あとやっぱ人体改造機もここら辺が非常に強いですね。あとはもうひたすら除去とハンデスで相手を止めてリリアナで蓋しながらっていうのが、やっぱ強いですね。特にね、特別苦手なデッキがないっていうのが本当強みなんじゃないかなと思います。はい、まあそんな感じで、ハンデス好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。